ディバルジの覚え方。ディバルジちゃんは SVL レベル11でパスタヒントし、もう安いなもうな。でもまあ昨日やった単語がこっちのバルジちゃんやりましたからね。じゃあ今日はディバルジやるかっていうことなんですけどもね。ディバルジちゃんなんでしょうな。ワクチンと相性いいんじゃないですか。ワクチンと相性いいんじゃない、ディバルジって。なんでしょうね、ディバルジちゃん。もうこれ見てディバルジわかんない人いないでしょう。もうやめてほしいよな、あれな。ワクチン打った？ちょっと。なんで打たないの？ちょっと。3回目打てばつってもう、ちょ、もうな。もうやめてくれ、あれ、本当にもう。なんでちょっとさ、様子見ちゃいけないわけ？少なくとも5年ぐらいは様子見たいなとか思わない？なんか。しかも最初は2発打てば大丈夫、もう一生大丈夫とか言ってたのに、もうなんか3回目やら4回目やら、下手したらなんか、インフルエンザみたいに毎年打ちましょうだの、もう、本当にな。もうしかもちょっとでもさ、怪しいよっつって言っただけでさ、もうなんかもう何、あなた陰謀論信じてるんですかとかね、もうすぐ言ってくんなバカがな。もう俺はこういう薬害の歴史から学んでね、ちょっと、もうちょっと慎重に行こうかなって思ってるだけなの。もうなんなこれ。もうなんでこれ見てさ、よしワクチンは大丈夫だって思えるわけ。もうな、もう意味不明だなあれな。しかもこういう風な情報がありますよって言ってんのにさ、もうテレビでそういうこと一切言わないもんな、ほんとな。もうテレビでね、一人でもコメンテーターの人がさ、いやこういうね、薬害の歴史がありますけどワクチンは大丈夫なんでしょうかって言ったやついる？テレビで。本当にもう一人もいないよ、本当に。もうこういう歴史がありますから、私はちょっと慎重に考えてみようかなと思ってますとかさ、言うんだったらまだしも、もうほんとなんかもう口を開けばなんかもう陰謀論じゃな、うんぬんかんぬんつってな。そんなワクチンちゃ、そんなバクシネーションステータスと相性がいいディバルジちゃんですけど、なんでしょう。ディバルジで、何々を暴くとかね、何々を打ち明けるとかね。まあこれはどうでしょうね。語源見て、語源見りゃ分かるっちゃ分かるけど、語源紹介したところで再生数伸びないからいいや。分かった子。I want to diverge, what makes this bulge? この膨らみが何なのか暴きたい。なんだろうこれ。なんだと思うこれ。なんだろうこれっつってね。I want to divulge what makes this bulge. I want to divulge what makes this bulge. I want to divulge what makes this bulge. もうたまにはね、気まぐれで音声も入れてあげましたよ。本当にもう再生されないのにね。Divulge, disbulge, divulge, disbulge. I want to divulge what makes this bulge.確かに気にならない？だって、だってこれ、何これ、スマホにしてはでかすぎない？で、こうね、おちんちんじゃないでしょ。少なくともおちんちんじゃないでしょ。何これ。もうこれだってもう大変なのよこれ。この膨らみが何なのか暴きたいっつって、一番最初に作ったやつはこれよ。I want to divulge what this bulge is. もうなんかこれやでしょ。でもしょうがないよね。こういう divulge fat っていう形にした場合はね、fat is this bulge はできませんからね。fat is this bulge ってできないでしょ。こういう場合になったら fat this bulge is の語順にしなきゃいけないでしょ。こんな気持ち悪いわーとか思いながらね。じゃあしょうがないから、この膨らみの正体を暴きたいにするつって。正体って英語でなんて言うのつって。正体って英語でなんて言うのつって。検索してもさ。アイデンティティつって。アイデンティティなんか、言うつって。アイデンティティオブなんとかって言うみたいなね。じゃあなんかもう語呂も悪いし、ボツかなつって。じゃあどうすればディスバルジを一番後ろに持っていけるんだろうつってね、考えてさ、I want to divulge what makes this bulge. これならいいかつってね、
こんな一生懸命やってんのになんか昨日3人減ったんだけどなんか3人減ったんですけどっつってね、もうな、なんでこんなコツ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 やって登録者3人減らなきゃいけないんだって話になってくるよねこれね。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。